実はですね、1月4日にですね、はい、菅総理の緊急事態宣言を発令する前の年初の総理会見に行ってきましたんで、はい、じゃん。いやー、見ましたよ、僕は。これテレビで。 え、見たの？見ましたよ。 NHK かなんかで見たのかな。すごい。え、中継してた？中継しましたよ。俺んとこ必ず CM が入ったりするんですよ。いや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 。俺が質問すると。今回は全部入ってましたね。あ、全部入ってた？全部入ってましたね。すごい。まさか、びっくりしましたよ、本当に。いや、1月の頭。密を避けるためにフリーランスでも抽選があってですね。うんうんうん、で、今回は、当たったので、入れて。あ、本当ですか。はい、抽選があるわけですか、それ。記者会見場でわーってこう、密な感じで座ってるんですけど、それができないので、はい、今抽選なんですよ。なるほど、ね。人数制限があるわけですね。はいはい。まあ、一社一人とか、なるほど、そんな形で、で、フリーランスの私にも当てていただきましたので。いやー、びっくりしますよ、本当に。生中継で見てると。刺されるとこまで。こう、見てたら、はい、まさかでしたよ。いや、普通はね、もうちょっとネットの報道関係、そうっすね、海外の報道関係って来るかなと思ったんですけど、そうですよね。いや、大川さんって言われて。びっくりしました、僕も。俺もびっくりしたよ。びっくりしました。うん。俺、これ結構選ばれてる人ですよ。ほんと、指名ですから。で、結構すぐでしたから。うんうん、はい。びっくりしました。あ、俺がラストなんですよ、実は。あれはラストなんですか？あれがラスト。あ、ラストだったんですね。はい。何を基準に選んでるんですかね？ランダム。いや、俺もね、何を基準なんですか、それ。いや、それ全然わかりません。本当ですか？いや、俺言っときますけど、うん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 、民主党政権からこのフリーランスとして参加してます。そうですよね。それずっとね、はい。10年間当たりませんでした。挙手とかしてるわけですよね。もちろん、はいはいはい。はいはい、当ててくださいっつってもう当たらなかったわけですよ、ね。当たりませんでした。はい。これがね、なぜ、1月放送から当たるんですか？一番当てちゃいけない人って言われてる感じでしたからね。あ、びっくりしましたね。前回のその安倍政権の時に初めて、はいはい、5月のそのコロナの時に初めて当てていただいたっていうのが。当てていただいて、はい。だから僕はもう事前に完全に決まってるもんだと思ったんですよ。うん、あなた刺しますよ。はい、だこういう質問をするんで、あ、いい質問だなと思って、うん、あ、司会の人が選んでるっていうのかなと思ったんですよ。いやいやいや、もうそんなことないです。だから安倍総理の時も、全く、安倍総理は事前質問が分かってなかったので、どうぞ、尾身さんって言われて、尾身さんが答えることになったりとか。まあでもそれは仕方ないんで。言ってきますけど、なぜ俺がその総理官邸に行けるかっていうと、うん、10年前から報道をやっぱり広げましょうと、うん。ね。そういうのがありまして、もう海外ではフリーランスがいろんなところにちゃんと記者会見に行くっていうのは当たり前な状況なので、別にこの総理官邸だけじゃなく、官邸に入る前は、例えば金融庁であったりとか、はいはいはい、亀井静香さんが大臣だったんですけど、外務省の岡田克也さん、外務大臣の頃の外務省の会見もちゃんと出てて、出て、はい、いろんな経緯があるんです、もちろん。うんうんうん、誰もが勝手に入ってるわけではありませんので、うん、それは当然そうですね、ちゃんと政治の連載をプレイボーイで10年以上やってて、あ、はい。やってましたね。ずーっと政治の現場っていうのをずーっとやってて、そういう資料も全部出してます。はい、そこは一応選考の材料にあるんですか、ね、あ、もちろんもちろん、そういう基準。入れないっすよ。そうですよね。わけわかんない人もね。危ないですからね。まあ危ない人がいるかもしれません。総理とかいるわけですから。だから政党の記者は入れないですね。うんうん、はい。やっぱり、ね、偏らないように中立的にっていうことがあるんで、だから、例えば、前もその民主党政権だと、東日本大震災。だったので、皆さん、戒名なしに、葬儀をされてたんです。あの時はもう大変だったので。で、やっぱり、ご遺灰やご仏壇も含めて、国が支援するべきではないですかっていう質問を、例えば、官房長官にして、そしたらやっぱ、政教分離があるので、それはできないですっていう。そうなん、できないんだ。ご遺族としてはね、やっぱり津波にね、さらわれたんだから、やっぱそういうのも含めてちゃんと弔いたいじゃないですか。ね、ご仏壇もご遺灰も直してとか、た時になかなかそういう現場の声って聞こえないですよね。届かないんですよ、実際。ね。なので、俺の場合はだから現場の声を聞いて、そう。で、質問させてもらうっていうスタンス。なるほど。で、その時の質問がですね、知的障害者の方とか発達障害の方とか、まあ、精神疾患を持ってる方が、ね、軽症者ホテルとか、う
あと普通に病院に入院っていうのがちょっと厳しくて、もともと厳しかったんです、例えば普通に肺炎を起こしたんですけど病院に行ったんですけど、やっぱりどうしても環境が変わると、あと同行援護の方とか支援の方がいないとどうしても暴れてしまうとか、そういうことがあるので入れないですよ。なるほど。だから東京都の保健局とかも厚労省の方にもちゃんと聞いた上で総理に質問してます、例えば今知的障害者施設がみんなマスクできないんですよ、利用者さんはわからないんで、で下手にマスクすると飲み込んじゃう恐れがあって、だから下手すると窒息しちゃうんですよ。だからそれはできないと、だけどその施設の方たちはコロナに感染する恐れもあるので、絶えずそのなんかアルコール消毒を持ちながらやってるんですけど、ね、専門家がまだ来てないのでどうしたらいいかわからないとか、いろんな問題がある。で軽症者ホテルも入れないと、で東京都の保健局も聞いたんですけど、あまだそこまでは追いついてない、で自治体によってバラバラなんです、なので菅総理、医療と福祉のもっと連携を国としてやらないとダメなんじゃないかとか、どうするんですかとか、まあそういうことをちゃんと聞かせてもらったっていう感じですね。質問させてもらった、質問してましたね、はい、そういうのね。まあそこでね、多分ね、初めてですよ多分菅総理今なんか文章読んでるじゃないかとか、初めて自分の言葉で語ってくれたんじゃないかなと俺は思います。まあ、確かにそうですよね。やっぱり質問ってコロナの関係が多いんでね、やっぱこうなんか見ながら答えてましたよ。 それまではもうね、うかつな発言するともうめちゃくちゃ突っ込まれるんで、そうなんですよ、すごく言葉を選ばなきゃいけないんですよ、実を言うと、なのでその時はまあ自分の言葉で、ね、語ってたから、そこは好感度上がってましたよ。私もそういう活動をしてたって言ってたじゃないですか、菅総理が障害者施設回ったりしてましたから。そういう会があるんです、手をつなぐ育成会っていう、その話をしてたんで、急にこうガッと上がりましたね。あ、そう、僕の中の好感度が。なるほどなるほど。そういう活動してるんだ、はい、すごいな。まあ、官房長官もあそこにいたりとかするんですね、各官僚の方もいたりとかするんで、まあ、そういった方たちにもちゃんとこう質問することによってこう現場の声が伝わればっていうことで、はい、質問させてもらってます。最初はちょっと目を疑いましたよ僕は。その帽子取った姿ってあんまり見なかったんでね。なるほどね。脱帽しなきゃいけないんで、いやいや、ちょっとお坊さんが出てきたのかと思ってあれ大川さんって今言ったよなと思って、どこのお坊さんかなと思って、あ、やっぱり声喋ったら、あ、総裁だやっぱりと思って。そうなんです、二度見しましたからね。だから例えばだから奈良県ではその精神疾患持った方でも20人を受け入れることができますっていうのをこの前奈良県立医大の先生にもちゃんと聞いているので、でもこれをねまたね県をまたい、例えば大阪府で満杯になりました、じゃあ奈良県で受け入れられますかとかいうことになるとまた違うんです。またその自治体での調整が必要なんで、俺はもう国がちゃんとやってもらわないとダメじゃないですかっていう質問したんで、菅総理からちゃんと指導していきますっていう言葉を取れたので、ちょっと政治家になってもいいんじゃないですか。政治家ね、こういう活動してたらちょっと一票入りますよ。それいやもうスキャンダルだらけで大変だいや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 、スキャンダルだらけで、そんなことはないですよ。いやいや本当にこんだけ活動してんだから本当政治家ですよね。いや政見放送とか見たいですよ。そうそう、もう見たいですよ。いやいやもう本当にそうですよ。いやいや無理ですよ。俺政見放送やったらもうね絶対笑い取りに行かなきゃいけない。いやそれでいいじゃないですか。笑い取りに行けばいいじゃないですか。え、お、行きますよ。それもうちょっと車運転しますよ僕がお、やりましょうよ。やりますよ。いや可能性秘めてるよね本当、総裁はえ、何党から出るかは分かりませんけれども、やめてるよとこれ。いや俺はちゃんと普通に勉強会とか出てるのがいいんですよ。いや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 、もうそこら辺の政治言ってたタレントの政治が出るんだったら総裁の方が全然いい、例えばこのね障害の件でも厚労省の官僚の方と例えば、政治家の方の勉強会があって、まあ、現場の施設の方も来てるんですけど、そういったところで例えば DMAT っていうのがありまして、それ医療チームのことなんですね。あの災害地とかに行く、そのチームの DMAT っていうんですけど、クラスターが起きて初めて医療チームが入るってことになってるんですよ。だからいやちょっとそれは違うんじゃないのと、そのクラスターが起きる前から医療指導があったりとか、訪問治療があったりとか、あの看護師の方とかいらっしゃいますよ、大きな施設はクリニックを一緒に併設してるところもあります、ただあの中小はそこまで追いつかないので、
で、やっぱかかりつけ医みたいな形があると一番いいということで、まあ話の流れですけど、あの先ほどの奈良県立医大のこの笠原先生っていう方に、柊木の里っていうですね、うん、奈良県の知的障害者施設に来ていただきまして、実を言いますと現場を見てもらって、そして感染防止指導 をもらおうと。だから病院で受けてくれるのが難しいじゃないですか今。だから施設内でもし陽性者が出た場合、発熱者が出た場合、ゾーニングをどうしたらいいかっていうのがあって、なのでこの一緒に、あの私もなぜか視察を一緒にやってます。いや本当に政治家じゃないですかやってることは。もういや俺は SARS の現場も行ってて、そこで感染防止の話も全部聞いてます、うん、ね、ベトナムのバックマン病院の話も全部聞いてます。これを例えば施設に応用したいと思ってるんです、うんうんうん、で例えばこの柊木の里の場合、実はですね各居室に外にベランダがあるんですね。あの通路になるようなベランダが、うん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 、だからその今まで感染防止指導を受けた立場からすると、居室の鍵は閉めます、うんうん、で、うん、ベランダから出入りすることでのゾーニングがいいんじゃないですか、うんうんうん、窓からの出入りにすることによって、うんうん、出入り口をね分けるのがゾーニング大切なんで、そうするとこれはあくまでも僕の考えなので、うんうんうん、実際にその先生に来てもらって、それは有効ですかどうかっていうのをちゃんと聞いた、うん、エビデンスってやつですけど、なるほどね、さあそういうことが大切ですって言ってもらったんで、うん、ああそうですか、はい。でもやっぱり実は施設では2階なんですよベランダが、うん、3階もあるんですけど、そうすると利用者さんが飛び降りちゃう時があるんです。間違ってね。はい。ああ、そうか、そうか。遊び心で。とかね。ありますよね。普通に外に出たいって言って、そのまま飛び降りちゃうんです。飛び降りちゃう、わかります。そういうのはあるんです。だから、もうすでにネットを貼ってあるんでね。このネットを貼ったまま、いざという時のゾーニングに活用しようではないかとか。なるほど。はい。ということを実は、こまめにやってまして。で、実はですね、もう、あまりにも、全国的に実は大変なんです。親御さんが DV になってるとか、あ、要するに家で見なきゃいけなくて、そう、あと日頃通ってたのが、例えば今回の緊急事態宣言で通えないっていうのが出てきちゃうんです。なるほど。そっか。そうそうそう、あのウイルスを持ち込むんじゃないかっていうことがあって、うんうん、ダメだっていうところもあるんです。ある。というわけで、はい、いろんな問題がありますので、うん、クラウドファンディングを立ち上げました、うんうんうん、はい。で自分は例えば返礼品であったりとか、うんうん、こうやってこの番組でぜひとも皆さんご支援お願いしますっていう意味での協力を、うん、させていただいております。お手伝いしてるんですね。はい、そういうことです、はいはい、各自治体によってね、うん、情報がバラバラなので、うん、そうですね、ここを見ればわかるっていう、はいはいはい、なんかネット上の場所を作ったりとか、うん、まあいわゆるアプリを開発するとか、うん、そういうガイドラインを分かりやすく、うんうん、作りましょう。さっきのね、うん、あのゾーニングとかあるじゃないですか、はいはい、初めて聞きましたもん。そうでしょ、この施設ではこういうふうにゾーニングをして感染防止をしてますとか、うんうん、発熱者が出た場合対応してますとか、うんうんうん、そういうのがこう見れるようにしていこうかなと、なるほどね、いうふうなことで立ち上げておりますので、素晴らしい、はい。ですので1000円ぐらいから、あ、1000円から、はいはい、できますので、うん、ぜひとも九条さんも寺ちゃんもですね、はいはい、はい、ね、クラウドファンディングにちょっと参加していただければ、はい、素敵な返礼品が、はい、あるんですか、はい、お蕎麦とかありますから、美味しそう。知的障害者施設の方が頑張って作っているこの、あ、手作りがあるんですか。 ありますあります。おー、いいですね、はい、コースターとかね、いろいろあります、うんうん、コースター、はい、いろんなものがありますんで、うんうん、サイトを見ればわかるんですね。ぜひキャンプファイヤーという、はい、わかりますか、キャンプファイヤー。いやー全然わかんないですね。フォークソング歌うキャンプファイヤーじゃないですよ。いや実際にね、クラウドファンディングっていうのも今日初めて聞いたような気がするんですよ、ね、あ、そうですね、はい、ちょっと馴染みが、もらう側の立場ですね。そうなんですよ、はい、常にもらう側なんで、ちょっと出す方はあんまり時にはちょっと出す方もね、わかります、もう返礼品あるんでしょ。返礼品頑張りますよ俺。いろんな施設に声かけましたんで、それは興味ありますよ、よろしくお願いします俺だじゃあキャンプファイヤーで検索して、知的障害者に支援をっていうのを検索してもらえれば、はい、いただくと分かる。この
写真が出てきますので、うんうん、この緑の葉っぱの中の、はいね、はい、ずっとスクロールしてもらえれば、先ほどの私がそういったことで総理に質問してるとか、うんうん、そういうのも出てきますので。なるほど、ですか、はい、皆さん全部ちゃんと読んでいただいて、はいはい、ぜひご寄付をいただけたらなということでございます。なるほど、はい、はいはい、じゃあぜひキャンプファイヤーと、はい、検索してみてください。はい、わ、はいはい、かりました。じゃあ皆さんぜひともよろしくお願いいたします。お願いします。